成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地はこのほど赤ちゃんパンダの最新映像を公開しました。映像に映し出されているのは2023年に生まれたばかりの赤ちゃんパンダ。芝生の上でハイハイの練習をしています。この赤ちゃんパンダはふさふさの体毛と活発な性格で大人気。多くのネットユーザーからおぼいちゃんと呼ばれています。一个翻给妈妈，一个翻给。